はい、皆さんこんにちは、今日はですね、ダーキンプロにお越しいただきまして、私の飛距離アップのレッスンを、はい、はい、していただこうと思っておりますが、プロ、よろしくお願いします。はい、じゃあとりあえず、はい、プロ打ってみちゃっていいですか。どうぞお願いします。いつも通り、はい、いつも通りですね、はい、じゃあ普通に打ってみます。お綺麗ですね。ありがとうございます。でもまあこんな感じですね、右にこう吹けちゃうような球が出ます。あ、なるほど。おおほう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 、これは直しがいがありますね。あ、本当ですか。はい、直りそうですか。直、いや、その方のポテンシャルじゃないですけど。スイングの特徴。はい、あ、私の、はい、はい、バックスイングは普通に起きれなんですけど、はい、キャスティングが起きてるんですよ。あ、でキャスティングが起きると、はい、結局ダフるんですよね。あ、そうですね。だからそのダフりを防止するためにちょっと頭を突っ込ませて調整してるんですよ。あ、なるほど。だからキャスティングと頭の突っ込みが、うんうん、あのリンクしているはから、いわゆるためもないし、うんうん、まあ、突っ込んでるものなんで遠心力もなくて、うんうん、後ろから見た時もインパクトは別にそんな悪くはないですけど普通のインパクト。普通なんかダメって言われるよりきついっすね。正しいダウンスイングとインパクトを身につけるために2つの練習の仕方があって、はい、まず1つはバックスイングを、まあ、こう右手1本でしたら、うんうん、こう左手を前に出すんですよ。前、前に、うんうんうん、そしたらこの手が絶対に動かないようにこの左の膝と右の肘を動かしてとするんですよ。うわー、難しそう。ちょっと難しいです。難しそう。でこの時に注意点があって、はい、この右の膝があまり動かないようにこの左手と右の膝が動かないように左の膝と右の肘を動かしていく。うわー、なるほど。で今の状態はこう突っ込んでるわけなんで、はい、この手が、まあ、見事にこう動いてるわけです。そういうことですね。大事なことは下半身の動きに上半身が抵抗しなきゃいけないのでただ単にくっついてっているっていうスイングなので、うん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 、この手を動かさないように左の膝と右の肘を動かしていく。おお。でもプロこれあれですね、まだやってないのにあれですけどめちゃくちゃいいですね。そうなんですよ。何も使う器具も何もいらないで、そうです、自分一人でできちゃいますもんね。そうです。なのでまずダウンスイングの感じを作っていただきたい。ははは。これが伸び上がったりすると、まあ、これ上に上がりますし、右の膝が出て体が肩が開くような感じだと後ろに下がりますから、これは。ああ、そっか、はい。で突っ込めばこっちに動くっていう。これが動かない。なお、もう厳密に言ったらちょっと前に出してほしいぐらいです。うわ、マジっすか。そうするとお腹丸まるんで。あ、本当だ。マジっすか。これできるかなっていう練習法が一つと、はい、よくね、あのこういうストレッチあるじゃないですか。あ、ありますね。こういうストレッチあります、ね、これ背中丸まってるんですよね。うん、いい体ですよね。ここからやっていただいていいですか。ああ、そしたら、はい、あの丸まってますよね。そしたら右手を動かして左手の手にこうくっつけてほしいんですよ。こう、そうするとハンドファースト確定なんですよ。なるほど。で丸まっててハンドファーストもできた。そしたらここをあの伸ばしたりしないで、うん、この右の腰と肘を曲げながら近づいてほしいんですよ。こう曲げていく。こう。痛いです。こうすると背中丸まるんですよ。丸まってますね。痛いですけど。これがインパクトなんです。あ、これですか。はい、無理。ビキビキ出してる。こうやって、こうやって、右手でくっつけて、くっつけて、あとは肘を曲げながら右の腰を前に入れていく。こう。今合ってます？こうですね。で、これあの皆さんと一緒なんですけど、なぜかアマチュアの方にこれやってもらうとめちゃくちゃ手に力入れるんですよ。めちゃくちゃ手に力入れました今。いらないです。もう。くっつけるだけなんで、曲げるだけなんで、もうリラックス、ガチッ やんないで。こうして、軽くつけて、して肘を曲げていく。ああ、確かにリラックスもできますね、意外なことに。痛い。こういう感じになってほしいんですよ。頭も沈み込む、体開かない、背中丸まる、ここで引っ張り合いが生まれているという。あ、本当だ、手で力入れなくてもできるんですね、この形。なんで、この練習と、はい、このダウンスイングなんで。これはこうして、前に出すぐらい。そうです。できればこう動かないで、膝もあんま動かないで、ここを動かして。膝あんま動かないでか。こうす。痛い。こんな感じ。痛いっす。あ、なんかね、こっちの膝動かさないのは結構大変。ここと、この太ももでもいいですけど。はい。こう。あ、動いてない。まあ、ちょっと動いてですけどね。うんうんうん。こう。なんでかって言ったら、これ右の膝が出ると大体体開くんですよ。こうなっちゃうからね。はい。うん、そうっす。
そうです。そうです。でここまで来たら、あとはさっきのこのさっき作ったインパクト。この形になっていればですね、いいわけですよ。だからスティックを振る前にこの練習をある程度して、この右脇腹とかのこの窮屈感、はい、縮まってる感じ、こっちは伸びるんですよ、はいはいはい、こっちは縮まるんですね、こう、うんうんうん、簡単に言っちゃうと、このスティックを使ってこう挟むじゃないですか、はい、そしたらあのインパクトはこうなってればいいんですよ。これ今右脇で支えてて、こっち脇は外れてるっていう状態、こういう形になるんだ、はい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 、これをこのまま持ってきてやるとさっきのインパクトだなってます。そうすると今何が起きてるかっていうと、はい、さっきまでこうやっていた頭が今ちょっと戻ってるんですよ、はい、こっち。ああ逆にこっちが近づいていくからこう戻るんですよ。インパクトの練習もこうやってこうやると戻るんです、頭が戻るんです。まあ、もっと曲げてほしいんですけどもっとかもっとか、こんぐらい戻ってほしいんですよ。もっとか、なるほど。だから突っ込んでる場合でもなくて、はい、はい、こうやったら戻る戻る。そうです。この感じを覚えていただきたいです。こんな感じですか、インパクト。こんな感じです。なんかこうめちゃくちゃ窮屈ですね。でも背中がものすごく丸まるはずなんですよ。はい、丸まってました。まあ、いわゆる打撃インパクトでやってほしい形がここで作れちゃうっていう、この形をまずなんとなく体感しないと、はい、いきなりスティック振ったってただこうやって離れればいいんだとかなんかよく分かんないんですよ。なるほど。だからこの2つの練習法を、はい、あの1週間ぐらいやっていただいた上でこのスティックをそれっぽいインパクトで振ってほしい。なるほど。それっぽいインパクトでこの時のこの感じに近いような近いイメージしながらこのスティック振ると、まあ、こうなってくる。あーは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 ー。どうぞ、はい、これがだからこうとかこういっちゃいけないってことですよね、はい、こっからのこうそうそうそうこ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 うそうそうそうこの伸びこの伸び。いや結構これすごい、これ結構すごいですね。そうなんですよ。そう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 。おーでこれだとまた背中が丸まってないんで。丸まってないか。もうちょっと、はい、どうしたらいいですかこれ。ここでボディーブロー打たれたような感じで。ボディーブローこっからさらに痛いそういうイメージも。これ、はい、この練習を家とか練習場でやってイメージ、うん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 、今度はこの実際スティックを使って左のお腹付近に当てて、うんうん、そのインパクトをイメージして振ると。ありがとうございます。ちょっとじゃあ振ってみます。結構重いんですよね、ダワキンスティックね。重いです。10回ぐらいでいいんです。まあ、軽くお腹に当てて。お腹に軽く当てて。まず最初はゆっくり確認しながら、バックスイングで、はい、球線と反対側をこのボールが刺すぐらいまで。まあ、このバックスイングも大概きついですね。そうですね。でここからこれがこう入った分、頭を突っ込むんで、うんうんうん、これがここを刺していく。なるほど、なるほど。刺していく。さっきのダウンスイングの練習ですね。はい、でここから腕のリリースが少し始まっていくんで、ボールが正面向いてくるんですけど、この時に、そうそうそう。こういうことですね。そうそうそう。イメージきつ。でもなんか確かにプロに事前にこう教わってるんで、はい、あこういう形ねっていうのが今すぐできたんですよね。ちょっと理解できました。あの練習の仕方を教えないとこうなんないんですよ、はい、離れればいいと思って、うん、離れていいのは左サイドだけで、なんかもう背中全体でこう離していくみたいな形になる人、そうこれだと飛ばない、うん、右はあくまでもくっついていかなきゃいけない。左だけ離れていくの。左だけ離れていく。そうです、そうです。あなるほど。このインパクト、あ完璧です。そうです、こうです。これをイメージしてくっついて離す、くっついて離すっていうのをやっていただきます。これ汗出ますね。なんで10回ぐらいでいいんですよ。確かに。これ1日30回やれって言ったら、まあ、続かない。続かない、はい、うん、きつすぎて。でこれは速攻性がある練習器具じゃなくて、うんうん、やっぱり形を覚えるまで少しずつ、ちょっとずつ形が変わっていくので。あ理解できる。もうすごいわかるですよね、はい、10回やったらもうね。10回やったら十分もうバッキバキ、はい、からの近づけていく、近づけていく。ああいいですね、いいですね。素晴らしい、素晴らしい。多分来年 PGA ツアー出れますよ。毎年 PGA ツアーですか。多分僕の感じだと最初の3日間ぐらいはあんまり振らないで、なんかもうこういうゆっくり確認しながら意識づけ。今日動画内なんで今日やってもらいますけど。あ、まあ、そうですね。あの一般の方は厳しいですねブロー。そうですよ。ゆっくりバックスイングをイメージしてダウンスイングを刺しながら、そうです。こうですね。そうです。お腹がしっかり丸、ボディーブローに。ボディーブロー、ここからね、これなんだよな。それやるとなおさら飛びます。変身力が出るんで。そっか、こうじゃなくて、今こういうことですもんね。もう本当に
飛ぶプロなんていうのもこんぐらいになってますからね。そうっすよね、本当に。はい、わかります。我々が思ってる以上になってます。この感じで、10回ぐらい素振りしましょう。はい、つけてお腹から離れていく。そうです、特に左サイド意識して。そうです、そうです。3回。まだ3回ですか。3回です。あ、今のしてくれ、ちょっと今これ。そうです、そうです、そうです、そうです。これでも本当プロのおっしゃるように筋肉つきますね。そうなんですよ、1日10回、10回これ痩せる、痩せるよこれ。ここの脇腹の贅肉が落ちてきますから、使いますから。そうです、あ、今ちょっと良くなった、今ちょっと良かったです、良かった、その感じです。ここでなんか思いっきり振り遅れてる感じがしちゃうんですけど、大丈夫です、全然大丈夫ですね。今までがこう間に合いすぎなんで。なるほど、自分でここのイメージ、そういうことか、ここにパワーを集め込むって感じですね。そうです、あーちょっと落ちちゃったけど。さあちょっとは変わったか、ちょっと上がったかどうか。2分ぐらい休憩していただいて、さあ今の意識で言ってくださいね。素振りした方がいいかもしれない、あまりにも軽っ。ただ振るんじゃなくて今の意識で振ることですよ。そうです、あ、今のすごい、いいっすね、だいぶこういったっすね、今のすごかったっすね、はい、じゃあ打ちましょう。すごいっすね、なんかね。戻りながらダーキンスティックをまずイメージ、あの感じ。そうか、これはダーキンスティックだという意識で持って。そうです、どうですか、ちょっとでも変われば。ああ、ちょっと変わりましたね。ああ、すごい、うん、少しまだ来ますけど、それがやがてこうなってちょっとでもこういかないようになってくれば間違いなく飛んでいきます。まだダウン次の初期にちょっと行くんですけど、あ、それがもったいないですけど、はい、ツッコミは半分ぐらいに減ったんで感覚はもう全然違います、はい、なんかなんていうんですかね、もうクラブが勝手にこっちにブワーンっていっちゃうみたいな。そうです、これをピンバックスイングしたらピンと伸ばして、でダウンスイングで伸ばしながら、そうです、もっと頭突っ込んでこれない、突っ込んでこれないですね。これを意識してほしいんですよ。これはすごい斬新、斬新、全然変わっちゃうと思います。はい、このスティックを、はい、その振るというのを日課にしていただいてるとちょっとずつその世界のプロのようなインパクトの方にこう近づいていって、はい、やがて PGA 1年後 PGA ツアーっていう企画で、あ、はい、目指せ PGA ツアーだ。まだまだですから、まだまだここからですよ、はい、関係ないです、はい、どんどん行きましょうということで、はい、このダオキンスティックぜひね一度お試しいただけたら。ぜひダオキンプロ、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ではさよなら、さよなら。